もう暗くなっちゃったね。すごーい。じゃん。ここが今日のあれあれの寝床。こっちは和室なのでベビーたち家族の寝床。あったかいね。お、いやらしいで、嫌がられてるやん。死んじゃうよ、死んじゃうよ。おはよう。こちらゲット。意外とまだホテルマネの準備が回るから。さすがにコンビニは準備で閉まらない。うん。やっとくる、アナちゃん。次はどっちが早いかな。おいしくねえ。おいしい。おいしい。おいしい。うん。おいしいな。おいしいね。今日はドンキで、沖縄のドンキで爆買いしたパックを使います。時間をこう、まずこちらのファミュのレスキューレスキューっていうやつ、美容液を持ってきました。なんか肌が揺らいだり調子が悪い時に一番最初にね使う豆乳美容液みたいな感じで、最近ね結構調子が、肌の調子が微妙なんで持ってきました。新作です、これは。で、化粧水はダダン、エスティローダーのマイクロエッセンスローション BF です。これはね、なんかアットコスメかなんかの化粧水部門ですごい1位か結構上位だった気がする。今日はこちらのエスティローダーのアドバンスナイトリペア SMR コンプレックスを使います。こちらのブランシックのスイッチショットのビタミン系の美容液を塗ります。これはね結構特に大事な撮影の前とかに使うんですけど、今回ちょっと紫外線がやばそうなんで持ってきました。クリームはバームのクリーム持ってきました。しっとりするけどベタつかないし、すごいなんか癖がないので好きなんですよね。ピーチジョンのパジャマです。シャツのこういうやつ、シャツワンピみたいなやつで、
ここに猫ちゃんがいるんです。かわいいよね。 OK、 あとは髪を乾かしてのんびりして寝ます。ポテト。ちゃんと髪を分かってるから優しい。いいいい、そう、ご飯よ、ご飯やる。まんま、まんま。りょうたは分からん。あそこにラナちゃんがいます。ラナチャンネル。めっちゃ綺麗ね、後ろ。え、綺麗よね。すっごい綺麗で。え、海行きたいな、この後。どこからいいか。エビ。これめっちゃうまそうよ。え、やばいこれ。見てこのデカさ。絶対うまいじゃん。いただきます。辛い。なんでこれ。え、ポテト。マジか。ちょっとチリっぽい。え、わからん。俺のは舌が弱すぎる。めっちゃ辛いで食べれない。でも飲み物ないとちょっときつい。マジか。イメージのスパイシーポテトはあのコンビニとかに売ってるスパイシーポテト。え、全員スパイシーにしたの？スパイシーしかなかった？いや、オリジナルもあった。あ、子供だけオリジナルにした。一回食べてみて。食べてみたら？ちょっとヒリヒリする。マジか。しかも炭酸じゃん。あ、炭酸余計パンチくるな。いや、いい意味だし。本当？辛い？食べてみて。え、でもだったらさ、あれ、それスパイシー、それ違う？これはいいよ。食べ、え、こっちの方が辛いんじゃない？スパイシーの方が。あー、辛い。こっちもスパイシー。うん、うん、ちょっと辛い。辛っ。ちょっとじゃない。え、どうやってさ、スパイシーにしたの？スパイシーバターガーリック。え、多分辛いで。やばいこれ。ポテトよりこっちの方が辛いもんだって。あっちゃー。おもろい。やばい、辛い。あ、赤くおいしい。やった。あ、赤く海だ。埋もれる足がすぐに。なんか動いていけるだった。いやだったね、今のは。すごい。ママがラナちゃん持って、パパがラクト君が待って入れたら。ちょっと待ってよ、ママ。寒いねん。やばい、ママ。寒いねん、ママ。ちょっと待って。ああ。入ろうよ。おいで、一緒入ろうか。ホワイト？ホワイト？ラクト君もおいで、ほら、みんな入った。肉か。みんなで、おいし
かもらい。美味しそうだな。ねえ、一緒寝ようね。ヨガは俺も置かない。水族館に行きます。ほらな。マーチャミラー、お前前に転がった。危な。よじ登るよ。結びコロリになる。幅白で汚れるの。ラスト黒だからいいね。うまっ。